ワイワイ釣り三昧。今回は私松本が魚を頑張って釣りますということで、今回来ているのは郡川大久江山釣り堀です。いやー、頑張って釣りたいんですけど、やっぱり一人じゃちょっと不安なので先生をお呼びしております。この方です。渡辺さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ渡辺さん、はい、この郡川大久江山釣り堀ではどういった魚が釣れるんでしょうか。はい、ここはですね、ニジマス と、ヤマメの養魚場を兼ねたところなので、はい、その2種類がこの池の中に放されています。そうなんですね、はい、じゃあもう渡辺さんのテリトリーというか管轄というか。そうですね、まあトラウトは得意な方なので、はいはい、今日はなんとか頑張って釣りたいと思うんですね、はい、ちなみに今日何釣りというかどうやって釣るんですか。本来この、池の中は、はい、餌釣りができるように作ってあるんですね、はい、なので最初餌釣りで釣っていただいて、はい、比較的簡単だと思うんですよ、釣り堀の中で。あ、じゃあめっちゃ釣れる、私でも初心者でも釣れるかもしれないですね。釣れると思いますセンスがあれば、はい、でそれは釣れると思うので、ちょっと今日はですね、はい、夏休みということもあるので、はい、課題を松本さんに、はい、与えてみたいと思います。はい、が、ですね、フライ、毛針を自分で作ってもらって、はい、自分で作った毛針でフライフィッシングを使って、はい、マスかヤマメを釣ってもらうと。あ、だから釣るだけじゃなくて自分で作るところからなんですね。作るところから、作るところから。ちょっとハードルを上げてみたいと思います。ハードルがすごく上がりすぎてて、ちょっと今日ね、なんかこの明るいうちに終えられるか不安ですけど頑張って釣っていきます。はい、頑張りましょう。さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のワイワイ釣り三昧は松本さんと渡辺さん、お二人と郡川大久江山釣り堀でメジャー体験します。中してこう釣りましょう。夏休みにぴったりですよね。はい、あ、見えるね、これ。さあ、いよいよなんか釣りに挑戦です。はいはい、変わります。なんか変な感じがする感じがします。じゃあまず最初は餌釣りですよね。はいはいはい、そうですね、まあ、まあ基本ですよね。はい、餌はちなみに今日は何ですか。今日はね、こちらで準備されてる餌があって、はい、これです。お、これは何でしょう。僕の大好きなもんです。虫じゃないですね。違います。何ですかこれ。これは魚肉ソーセージです。魚肉ソーセージ。魚肉ソーセージ。やったー、触れる触れるやったー、触れる餌です。はい、これで釣れるんですか。これ釣れます、はい、栄養価非常に高いんで。そうなんですね。はい、です。あ、ちょっとこれだったらちょっといけそうですね、はい、なんでじゃあ渡辺さん勝負してください。私と勝負勝負めっちゃプロに勝負ってなるんですか。どうしますか。じゃあ3匹先に取った方が勝ち。勝ち。あ、わかりました。です。3匹ですね。3匹です。知ら真剣にやっていいですか。渡辺さんは 100%、はい、いや 80% ぐらいでやってください。 80% ぐらいで、わかりました、はいはい、じゃあ頑張ってみたいと思います。はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。では餌もつけました。よし、じゃあスタート。よし、嘘やべ、どこ飛んでた。やべ、渡辺さんに勝負を挑んだ松本さん、怖い怖い。餌の魚肉ソーセージで先に3匹釣った方が勝ちです。あ、来た来た来た。あ、さあどうなるんでしょうか。 あやべ、なんかちょっとまずい。よし、いかんな、これこれはいかんな。よし、これはいかんな。なんか反応はするんだけど私も。よし、さあ魚さんたちよ、来るのです。あ、来るのです。感覚が違いすぎる。来るのです。これは感覚が違いすぎる。やっべ、焦らない焦らない。ひっくりくん、へい、おら、やばいやばい。よしよし、意外と難しい。あれ、渡辺さんが意外にも苦戦してます。今食べられた。松本さん、チャンスかも。全然反応できなかった。どんどんなくなる。いかん、意外と楽しい、これいいな。よし、魚さんよ、よし、1匹目をまず慎重に取ろう。魚さんよ、よし、まず1匹目がヒットしたのは渡辺さん、さすがです。1匹目をまず慎重に引いていきます。来た来た来た、綺麗に取る。
よいしょ。なんで？え、嘘。もう。なんで？いつ釣ったんですか？いつ釣ったんですか？しまった。話すのに時間がかかるかもしれない。よしよし、今の間に。くそ。今の間に。くそ。来いよ。来い。続いて松本さんにも当たりました。これで1対1、針を取る時間、餌を取り付ける時間が命取りになりそうです。2人とも必死ながら楽しそう。よし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 、あれあれ、やだ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 、負けちゃう。でも今1対1だし、いけ。渡辺さん、もしかして2匹目当たりですか？おいで。渡辺さん、2匹目ゲットです。手加減しませんよ。オッケー、来た。これやっぱ飲み込まさずに釣るってのは難しい話だね、これ。自分が釣れる。いや、これまた難しいね。頑張りますよ。さあ、見ててください、華麗な私の釣りの様子を。全く魚が来ない。おいでー。すげえ反応してる。来てあ、もうでもピカピカしてるってことはいるってこと。来た。おー、さあ、ちょっとできないな。うまいな。どこ、あれがないぞ、あれがない。タモは下。オッケーオッケー。よし。じゃ最後は2匹揃ったところで勝負。よし。オッケー、じゃあ待ちましょう。よしよし。これでもうまた戻った、イーブンに。OK、イーブン。さあ、okay、これで2対2ですね。はい、待っていただいたね、はい、2対2になりました。ここでじゃあ最後の勝負。そうですね、釣った方が勝ちですもんね。釣った方が勝ち。よし、はい、じゃあ行きましょう。勝負、どうぞ。行きます。はい、ゴー。ほっ、濃い魚さんよ、私の方に。さあ、3匹目を先に釣るのは、あ、餌がね、来た。松本さんに当たりました。やべ、餌がね。やった、来た。やべ、来たけど取れるかな。来た。ネットに入った時点でやれやからですね。まだネットに入った時点やから。ちょっと待って、ネットに入った時点だからですね。やらしいな、俺。あれ、よいしょ、あー、負けた。松本さんの勝利です。けど、イエーイ。オッケー。やだ。いやだ。あ、また。最後ほら、あのネット入れが早かったですよね。そうですね。うん。多分、はい、やったっていうことで、いや私の勝ち、松本の勝ちです。ああ、ちょっと舐めてましたね。いや、でもだいぶハンデいただけて。いや。あの余裕でいけると思ったんですけどね。あのなかなかセンスがありますね。やった。で、まあ、はい、餌釣りはね、こんな感じで、今日初めて釣り竿を握るって方でも、はい、魚を釣ることはできると思うんですよ。はい、なんですが、今日はね、せっかく、ここまで来てますので、はい、フライフィッシングにちょっと挑戦してもらおうかなと思って、道具を準備しています。あ、で、はい、まず、毛針を作るところから、やって、でその毛針、自分の毛針で魚を釣るっていうところまでできればなと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。まあ、でもさっき早々と渡辺さんより釣りましたからね。頑張って上手に作って、次も頑張って早々と終わらせます。そんなにうまくいくのかな。続いてフライ作りに挑戦します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい道具ですね。こちらを使うんですか。これがタイイングの、タイイングっていうのはその毛針を巻くことをタイイングって言うんですけど、はい、タイイングのための道具です。はい、でこれがまず倍数っていうのは万力で、はい、針を挟むためのものですね。でこういうふうな糸とかがあって、ハサミがあって、うん、材料があってっていう感じなんですけど、今日は多分マッスリ場で一番使いやすいであろう、このオレンジパートリッジっていうフライフィッシングで使う
ものになるんですね、はい、でフライには、大きく4つフライのパターンがあるんですけど、はい、宮崎でトラウトをやるときにはドライフライっていう浮かべて釣る、とこのソフトハックに代表されるようなウェットフライっていうのと、あとニンフっていう水生昆虫を真似したものがあるんですけど、はい、多分マッスル場でこのウェットフライが一番いいと思うので、まあ比較的簡単にできて効果の高い、これ本当に簡単ですか？簡単です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 。これが負けないとちょっと他のも厳しいかなって感じもするので、まずこれに挑戦してもらって、はい、でこれで松本さんが作ったフライで魚が釣れれば、はい、はい、ということで、私結構不器用ですけど、不器用、はい、どの程度不器用？高倉健張りに不器用。なんとか大丈夫と思いますので、とりあえずチャレンジしてみたい。教えてください、はい、お願いします。頑張りましょう。まずは渡辺さんにお手本を見せてもらいます。簡単でしょ。松本さん不安そうです。難しそうですが頑張ります。よし、さあまずじゃあ僕が横に来て返しを潰してしまいます、これで返しがなくなりました今、はい、でこれでこうそこをくるくるっと回してもらっていいですか？そうですね、どうぞ。逆です。すみません。ギューってやってギューっと、はい、ギュー、はい、でこれをこう弾いて大丈夫ですね。はいはい、はい、おお、はい、こう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 、うん、こうですね。そうそうそう、はい、この手をもうちょいこっち持ってきて、はい、でくるっと巻いて、ほう、前に行って、前に行く、はい、で後ろに行く、で後ろに行く、行くで最初のその糸を巻き込んでしまう、はい、OK。でも手離して大丈夫です。もう、はい、もうそれで大丈夫。おお、すごい。でその余分の糸を切りましょうか。はい。で、で離して手離しちゃっていいですか。はい。OK です。はい。で今度これですね。カッパ。もう不安です、ここからも。これをここに一回刺すじゃないですか。刺す、はい。はい。で前に持ってきてこの辺まで。前に出さない。この辺かな。この辺です。はい。で ここに来ないでね。そうそう。で巻いて。巻いて。はい、今ここに引っかかってるでしょ、はい、これ引っかかってるとあのダメなんですよ。あら、ここには引っ掛けない、はい、はい、はい、そうそうそう、あ、これもまた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 、すいません。で前に行く、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 そうそうそう、でこれをそこに結びつける、さっきと同じ置いて左手で置いておいて、はい、そうです。で糸で OKOKOK、はい、手を離す、手を離す、はい、後ろに行く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 、難しい、後ろ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 、もっと後ろ、もっと後ろ、うん、もう感覚が空いちゃってもいいから後ろに行ってください。とにかく後ろに、はい、とにかく後ろ、その辺から前に向かい、今度は前、今度は前、はい、前です。とても細かい作業、これは集中力が必要になってきますね。この糸で余分なこのフロスを切る、フロス、はい、フロスを切る、フロスを切る、切る、はい、はい、OK。で今度このカッパーを戻して、このカッパーも多分このままだと難しいと思うんで切っちゃいますね、余分が出るかもしれない、はい、ありがとうございます。こんなのもあればいけるでしょう、はい、でこれはですね、節を作るみたいに、そうです、巻いていくんですよね。一番後ろで2回巻いてもらっていいですか？それで大丈夫です。でここまでは比較的簡単で、問題はここから。これ簡単でしたかね？もう簡単です、非常に簡単です。簡単でしたね。でここが一番難しい、羽をつけるところ、ちょっと見えないな、あー止まった、あー止まった、止まった、そう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 、そこでもう一回グッとグッと、はい、もうそっちですね。そうですね。でつまむ、離す、OK。カッパ、カッパ。よし、OK。でそのままこれ向こうに持っていく。向こうに持っていく。向こうは分からない。向こう、あ、そうそうそう。向こう。向こう、はい。向こう、はい。でもう一回巻きましょうか。はい。あ、いい感じだ。よし。まあまあまあ、ほぼほぼ出来上がったような感じです。
たちょっとあの巻き止めだけは僕がします、ね、はい、お願いします。ここに、はいはい、スッと OK、 さあできましたか。できました。なんかもう一仕事終えたか本当ですね。でこれで、はい、きっちり釣ると。あ、そうか、釣るまででしたね。これで完全で終わりじゃなかったですね。終わりじゃない、はい、じゃあこれで頑張って釣ってみますか。1匹、いや10匹釣ります。おー、いいですね。スタッフ分ですね。はい、はい、手逆いよいよフライフィッシングに挑戦です。では釣っていきますね、はい、釣ってもらいたいのは山々なんですけど、はい、さっきタイングで結構苦労したじゃないですか。しました。でね、フライフィッシングにはね、もう一個大きい山があるんですよ。え、それは、フライのキャスティングって言って、はい、この、糸を投げる練習がちょっといるので、こう規則的に振るで落とせばふっと落ちてくるんです。で、あの先に毛針がついていて、魚が出たら合わせるっていうのがフライフィッシング。で、普通の釣りはこうやればいいだけなんだけど、フライフィッシングはこの手を使って規則的にキュッキュッキュッってやる。餌釣りの時とは全然違うんですね。難しい、はい、難しい、難しそう。親指じゃない、ごめん、親指がこうです、はい、こうです。親指で前に行く時に親指で押しながら小指で引く。グッ、押しながら小指で引く。そう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 。引く。引く。前に飛ばせれば魚は釣れます。はい、そうですそうですそうです。パッ。うん。パッ。あ、ちょっと本当に普段全く動かないですけど、このここ肩のこなというか、ここもう明日多分動かないです。パッ。では実際に。どうぞ。フライフィッシングしていきますが、まずは渡辺さんにお手本を見せていただきます、はい、お願いします。多分、ね、すぐ釣れちゃうんで。さっき作ったのをつけてるんですよね。つけてます。はい、いきます。はい、お願いします。お、あ、来た。渡辺さんに実際にフライフィッシングで釣ってもらいます。早いよ。あ、早っ。さすが渡辺さん。すごい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 。早かった。これね、今一匹釣ったじゃないですか、はい、そうするとね、この池中がこう、あの興奮状態になるんですよ。あの餌が来たと思ってみんなブワーッと集まってたじゃないですか。こんな感じであっという間。あっという間です。これさっきあの松本さんが作ったのと同じ毛針です。早っ。外れたか。よいしょ。もう気持ち飛ばせないかな。はい、頑張ります。飛ばす方に集中して。はい。はい。はい。どういった、ほい。はい。ああ、遅い。早い。遅い。早い。いや、私じゃん。ちゃんと見て、反応しましたよ。ちゃんと見て。パッ、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 パッ。次。パッ。引っ張る。反応する？どこにあるフライがわからない。ほら、行った。ああ。もう一回。あ、今のでよかった。うん。はい、ずっと引っ張る。あ、ちょっとだ。パッ、パッ、パッ。あ、引っかかった。はい、引っかかった。難しい。今日のこれはどう説明すればいいかな。皆さん、どうしよう。できる人間からするとなんちゅうことないようなことでも、はい、やっぱり初めての人ではなかなか難しいですよね。難しいです。そこを釣れるためにどうすればいいか。いった。おお、釣った。そうだ。そうだ。よし。オッケー。それでいいのです。それでいいのです。どこでしょう。どこでしょうか。ここで松本さん、フライで初の当たり。今合わせた。このまま上げられるのか。はい。今なんか自分で動かしてという感はすごくあります。そうです。けど今どこに。あれ、松本さん。巻き方逆、糸が出ちゃっか。もう巻いてる巻いてる。反対また巻き方を間違えてる。テンションかける、テンションかける。はい、はい、オッケー、オッケー。あ、外れた。え、え、
が負けなかったからだ。松本さん、惜しかった。最初バーブレスって言って結局あの返しを潰しているので、はい、あ、そっか、そうですね、うん、あの緩めてしまうと外れてしまう、外れちゃう、はい、あ、巻き方失敗したせいだ。こうね、こうね、はい、あ、天国から地獄ね、魚の動きを見て投げた、いいとこだ、もうしないか、オッケー、よし、そうだそうだそうだ、そうだ、今度こそバラさないように慎重に引きます。立てる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 、はい、で糸を巻く、こっちに巻く、そう、そう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 、もうバレないで、お願いお願い魚さん、お願い魚さん、お願い魚さん、大丈夫大丈夫大丈夫、ゆっくり持ってくゆっくり持ってく、OK、 やったよ、神様ありがとう、神様偉い、あー綺麗なよ、豆ほらちゃんと食べてる、食べました、ほらほら、ちょっと引っかかってますね、ちゃんと食べてるでしょ、やったー、もう素晴らしい、糸が足りないんだ、うん、距離が足りないですね、餌釣りとフライフィッシング、こんなに違うんですね、あ、今のでよかった、難しそうですがだんだんコツをつかんできた松本さん、ラストスパート頑張ればご褒美が待ってるかも。いった、おーし、よし、一人で頑張って釣り上げるぞ、じゃあこれも貸しましょう、ありがとうございます。さあ、え、これ釣り竿を持って、そうそう、持ってそこで止めとけばいいんですよ、じわーっと持ってくる、でこっち握る、じわーっと持ってくる、握る、握る、はい、前に出る、前に出る、すくう、よーし、いった、おめでとう、どうでしょう、やりました、ちょっとだから練習をして投げられるようにしてから来れば、はい、もっとこう楽しくなるかもしれないですね、はい、うん、やっぱ何でも練習は必要です、はい、はい、というところで、ありがとうございます、お疲れ様でございました、ありがとうございます、はい、じゃあこの釣れた魚を使ってちょっと料理をしてみたいなと思いますので、はい、頑張って、はい、よっしゃ、いや、お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、渡辺さん、松本さん、お疲れ様でした、ということで、渡辺さんと私が釣った魚を今から食べます。渡辺さん、これこちら特別にご準備いただいたんですか。いや、そうじゃなくて、ここの施設でもう用意されてるんですよ、はい、え、あ、ここで食べられるんですか。食べられるんですよ、だから、手ぶらで来ていただいていい状態、うん、あの最初の餌釣りの時もあの竿を使ったじゃないですか、はいはい、あれもこちらで用意されているものなので、もう手ぶらで来ていただいた状態で釣りを楽しんで、うん、最後食べるところまで、おお、いいですね、さばくって結構難しいと思うんですけど、はい、あのこちらの管理員の方がいらっしゃるので、その方に、はい、あのいろいろアドバイスをいただいたりとかして手伝ってもらったりとかして、でここまで準備ができる、もう釣ったものをそのまま食べるだけ、いたれに尽くせる。ご家族で来ても友達で来ても楽しめますね。いいと思いますね、はい、さあ、ということでこちらには渡辺さんがさばいてくださったお魚を塩焼きにしてます。はい。あ、いい香りしてきましたね。美味しそうですね。美味しそうですね。これも食べられますか？もういいんじゃないですかね。結構焼けてると思うんで、そうですね。じゃあ、じゃあ、いってみますか。はい。そのままガブッと。ガブッといっちゃってみます。はい。いただきます。いただきます。うわ、すごい。後ろから、あ、おいしい、これ、おいしい、おいしい、身が柔らかい、うん、釣ったばっかりですからね、うん、うん、あ、おいしい、おいしい、これはなんかホクホクしてますね、魚になんかホクホクってなかなか使わないですけど、うん、身がこうほんとふっくらホクホクしてておいしいです、ね、ピンク色だし、でヒレとかがね、こう綺麗にあるじゃないですか、はい、あのね、ここの釣り堀の特徴の一つは、うん、魚が綺麗なことなんですよ。僕あの関東とかで結構マスリバっていうところにいっぱい行ってるんですけど、うん、ここほど綺麗な魚を放してる釣り堀はちょっと記憶にないですね。そうなんですね、うん、で堀川っていうところはすごく水がいいところなので、うん、はい、魚が綺麗に育つっていう意味では、うん、あのこれはもう本当に皆さんに一回来ていただいて楽しんでもらえればなと思います。特に夏休み、本当子供たちに体験してほしいですね。そうですね、美味しい、美味しい、
この夏、毛利川大久江山釣り堀で思い出作りしてみませんか。あら、スタッフも釣りシェフで仕事せんね。さあ、今回は毛利川大久江山釣り堀で餌釣りとフライフィッシングに挑戦しました。矢田さん、本当に楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、一時はどうなるかと思いましたけどね。でもやっぱなかなかですね。うん、そのフライフィッシング難しかったですけど、はい、でもこう釣れる感覚というか、あ、こう魚が来る感覚がこうつかめてくると、どんどん楽しくなって、そうですね、はい、やりがいがありますね。あと、もうちょっとね、こうキャスティングで投げられるようになるとね、随分楽になると思うんですけどね。うん、まあ、興味を持たれたらまたちょっと練習されてもいいかもしれませんね。はい、自分たちが釣った魚、本当に美味しかった。美味しかったですね、あれね。本当に美味しかった。いや、臭みもないしね。はい、うん、いい魚ですね。さあ、そしてここで、あの、こちらを管理されている坂巻さんにお越しいただいています。では、坂巻さん、はい、どうぞ。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。本当に楽しかったです。よかったです。それが一番嬉しいです。はい、じゃあ、坂巻さん、今後こちらの場所どのようにしていきたいですか。そうですね、今子どもたちが結構中心になってこう来てくれてるんですよね。ご家族の方が多いんですけれども、まあ、老若男女いろんな方に来ていただいて、こう毛利川の魅力に触れ合ってもらえたら嬉しいなと思ってます。なるほど。あの、時間決まってますけど、はい、でもずっと一日中いられる場所ですよね。そうですね。そうね、この毛利川地区の近くにもいろんな、また温泉だとかいろんな魅力がたくさんありますので、ぜひ一度はお越しいただきたいなと思ってます。はい、皆さんもぜひこちらの釣り堀で魚釣り楽しんでください。